はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。おはようございます。になってきてるぐらいの化粧下地だけ塗っていくわ。ということで本日梅坊さんの舞台おどんろ3日目です。3日目、今日も2公演です。あ、やば、ついになくなってきたぞ。この下地が終わりの瞬間を迎える。と思ったけどそんな結構あったわ思った以上にあった。お、うさぎだ。いや、どうも。聞いてありがとう。いや、その関係者の方が見に来るゲネプロ含め今日の2公演やったら6公演連続でやってるんですけど、いやーすごいね。すごいね、筋肉がついてきた。なんかすごい、今お腹うっすら腹筋が割れてる。すごい梅坊さん効果。割れてるねって言われててんけどさ、でも自分ではええみたいな、全然割れてないって思ってたけど、今は自分でもちょっとあ、俺うっすら来てんちゃうみたいな感じになってる。そう、アップしてそうって、確実にそうやと思う。でさ、なんか直西は最初梅坊さんの舞台に出るってなってメンバーとかと話してたの。梅坊さんの舞台に出たことあるよみたいな感じのメンバーが多かったから、でなんか腕長くないおにし、いつも気にならへんけど、え、ちょっと聞き、え、なんか長くない、なんか長く見えるくない、こうしたら気色変わるくない、なんか永遠に伸びてるみたい、なんで、あ、こうしたら普通、いや、ここに置いてるからそう見えるだけね、真横に置いたらさ、まあ、真横に置いてても腕長いねんけどさ、今ここに置いてたのよ。
こうちょっと遠近法が入ってるからさ、でもさこうすることによってさここがちょっと太く見えるからさ二の腕ぐらいになるからさ、ほら永遠に伸びてるように見えんねんや、ほらすごくない？ねえ、やだ、何の話してたっけ、そう、梅坊さん似てるよみたいな話をそのメンバーとしてた時に、誰やったかな、メンバーやったかスタッフさんやったか忘れたけど、梅坊さんの舞台は氷風呂に入るらしいよって聞いてて、氷風呂みたいな、アイシングとしてね、あの終わった後の氷風呂って何と思っててんけど、でそれ稽古中とかにこれ氷風呂あるみんな入ってるって聞いたんですけどみたいなキャストさんと話してて、ああまあお風呂っていうかみたいな、まああるよみたいな、みんな公演終わった後にアイシングとして入ってるんだって言ってて、でも西も初日かな、ゲネと初日の時はなんか2種類あって、ふくらはぎまでぐらい用と太ももまでがっつり浸かるよみたいなやつがあって、大西はそう最初ふくらはぎまで用でやったの、でもめっちゃ冷たくてずっとうーって声出してたの、でもそれ後から聞いたらその大西が入ってたやつがもう一番えぐいきつい冷たいやつやったらしくて、そうそらああなるわと思って、大西ずっとなんか骨の奥まで痛くなって痛くなってって書いてて、それで悪くなったってわけじゃなかったけど、そう入ってる時に冷たすぎてね、でその後になんか太ももまで浸かるようがあるっていうのを聞いて、そう昨日は太ももまで浸かるようを使ってきた、そうこうかあったってめっちゃある、すごい、なんかすごい氷風呂ってこんなすごいんやって思う、氷風呂がなかったら多分大西今ね歩けてないと思う、マジで、うん、すごい、マジで、そう、もうアスリートの世界じゃんって、うん、大西はまだわりかし他のキャストの方よりは踊ってはない方やねんけど、それでもめっちゃ疲れるの、疲れるというか体にきてて、そう本当アスリートの世界、なんかマジでもう大西は毎日絶対入る、毎公演あと絶対入る、すごいもん、なんか裏、まあ、その前公演後のその氷風呂でのアイシングやったり、もうトレーナーさんがいらっしゃってもうずーっとで、なんか大西が今まで、まあ、いらっしゃることがある舞台っていうのはよくあんねんけどな、そのトレーナーさんが、でも今回のそのついてくださってるトレーナーさんはなんかいっぱい機材があるの、なんか電気流す機械とか超音波流す機械とか、そう、し
かもその使い方をみんなそれぞれにキャストさんが熟知してるから、あ自分でやっとくよとか言って、その電気のすごいと思って、そう、でも重大重大っていうか、あこれじゃああげるよみたい なんか大事な部分はそうあのトレーナーさんがやってくれんねんけど、そう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 、いやもうほんとすごい、お今日お昼公演行くよやって、おみんな来て来て、楽しみにしてて、頑張るね。電気のやつは四十肩の治療でしか使ったことない、もう西もほぼ毎日今電気流してる、腰、うん、そのうち自分で針とか刺すんちゃうかと、あでも昨日針刺してる人いた、キャストの方で、もちろんやってもらってたけど針刺してもらってあった、あいいなと思って、そう針刺したことないからやってみたい、そうって楽しい、なんか楽しいね、うん、なんかね物語っていうか作品が本当にとっても西は大好きなので、うん楽しい、やっぱは17日までやってるので、よかったらぜひ、セリフがないって本当？そうね、うん、本編中はないな、まあ見に来ればわかるよ、そうまだね今日で3日目だから、ネタバレ的なことはあんまできないからあんまり何も言えないんだけど、でもほんとお客さんってか来てくださる方は本当に、なんだろう、なんか前公演たくさんいらっしゃるなって思う、嬉しい本当に、明日オフなのかなって、明日オフじゃないのよ、明日それこそあれあるわ、キスバイエイトの方と違う方のレッスンがある、キスバイエイトも始まるね、うんねえちょっと休みたいよね一回体なんかゆっくりさせて、いつか今月休める日は来るかしら、忙しいのもほどほどに、ありがとう、自分で決めれたらね一番いいんだけど、
ああよしって言った瞬間15。おお。よし、じゃあ大西、行ってきます。ランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がアルさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KATT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がエニョアットマークももかえのあいさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が大西かきアットマーク大西軍アットマーク3日目も楽しみさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がたけちゃんアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がワンタンメンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコーヒレンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで、今日も2公演頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、皆さんも一日頑張ってください。バイバイ。頑張ってください。おにしも頑張ります。みんなも花粉に気をつけてね。バイバーイ。